戦国時代、日本全土が乱世となり、人々が戦いに明け暮れた時代。そんな時代の象徴といえば、織田信長、武田信玄、豊臣秀吉、伊達政宗などの戦国武将といわれる数々の英雄たちではないでしょうか。ただ、彼らのように刀を持ち、馬に乗り、戦場を駆け抜けたそんな存在はほんの一握りで、戦国を生きた人々のほとんどは田畑を耕す農民たちでした。今回の動画ではそんな農民たちが一体どんな生活をしていたのかをゼロから解説させていただきます。想像を絶するあまりに過酷な現実がそこにはあります。ぜひ最後までご覧ください。時は戦国時代。当時の日本列島には現在の10分の1ほどの1200万人が暮らしていたと言われています。そのうちの全体の 90% にあたる1000万人以上が農民でした。逆に言うと、武士というのは実は全体の1割ほどしかおらず、さらに言えばこの1割というのも老若男女含めた武家全体での話なので、女性や子供、老人などを除いた戦場に赴く武士の数となるとその3分の1ほど、つまりいわゆる武士と呼べる人の数は全人口の 3% 程度ということになります。戦国時代と聞くと武士の世の中というイメージがありますが、実際にはほとんど農民の世の中だったのです。ではそんな戦国時代の真の主役ともいえる農民たちの毎日の生活について、ここから詳しく見ていきたいと思います。まだ辺りが闇に包まれている午前3時ごろ、農民たちは早くも活動を開始します。なぜこんなにも早起きだったのかというと、それは夜襲に備えていたためと言われています。常に物が不足する乱世において、いつ誰が襲ってくるか分かりません。なるべく早く起きて、いろりに火をつけ、夜襲に警戒しながら身支度を始めます。農民たちはまず暗い中外へ出て水浴びをします。この時代、家にお風呂があったのは貴族や大名くらいで、ほとんどの人は朝桶に汲んだ水を頭からバサッと浴びて体をきれいにしていました。水浴びを終えると朝食をとります。この当時の農民たちの食事の中心は粟、麦、ヒエなどのいわゆる雑穀と呼ばれるもので、この雑穀で作ったお粥をメインに、野菜のたっぷり入ったお味噌汁とお漬物というのが農民たちの定番の食事でした。現代の私たちにとっての主食といえば白米ですが、当時の農民たちにとって米は税金として納めるものだったので、普段口にすることはほぼなく、代わりの雑穀粥を中心としたこのような質素な食事を朝と昼の2食とるというのが農民たちの基本の食生活でした。雑穀と野菜だけ、しかも1日2食と聞くと飽食の現代からしたらお腹が空いてしまいそうに思いますが、この雑穀のご飯を成人男性で1日あたり5合くらい食べていたらしいので、栄養バランスはともかくお腹を満たすことは十分できていたと考えられます。朝の食事を済ませ身支度を整えると、日が昇ってくる午前6時くらいには仕事を始めます。農民の仕事は当たり前のことですが、農業がメインです。さまざまな機械が普及した現代でも苦労の絶えない農作業を当時は全て手作業で行っていました。その点だけを考えても
戦国時代の農民たちの仕事がいかに過酷だったかがわかります。しかもさらにそこに女性には炊事や洗濯などの家事が、男性には労役と呼ばれる城や橋の建設作業などの地域ごとのさまざまな仕事がプラスされます。毎日休まず働いたとしても仕事が尽きることはありません。朝から働き、やっと仕事を終えるのは日が暮れ始める午後6時頃です。家に帰る頃には辺りはもうすっかり暗くなっています。夜になると農民たちは大抵すぐに寝てしまいます。というのもこの時代にはまだろうそくや油などが普及しておらず、明かりになるのは囲炉裏の火ぐらいだったので、薪の節約のためにもすぐに就寝していたのです。ここまでをまとめると、3時くらいに起き朝食をとり、日の出から日の入りまで12時間ほど働き、その間に2度目の食事を済ませ、夜になったらすぐに寝て8時間ほどの睡眠をとる。これが戦国時代の農民のワンデイルーティーンとなります。かなりの早寝早起きですが、労働時間と睡眠時間のバランスに関しては、残業や夜更かしのことを考えると現代とさほど変わらないかもしれませんね。ただしこの生活はあくまでも平時での話で、戦国時代には当然ながら戦の時がやってきます。いざ戦となれば、農民たちも自分たちの住む場所を守るために戦に出ることになります。序盤でお伝えしたように、戦国時代といっても武士の数はわずかなので、当然戦場においても兵の大半は普段は農民をしている足軽たちになります。平時は田畑で汗水を流し、戦が起これば前線に駆り出される。そう聞くとあまりに酷ではないかと思われるかもしれませんが、実は戦場に赴くことは農民たちにとって人生を好転させるための貴重な機会でもありました。というのも、もし敵将の首を取ったなんてことになれば、武士として取り立てられるようなこともありましたし、そうでなくとも戦場では乱取りと言われる略奪行為が黙認されていたので、命がけにはなりますが、うまくいけば一攫千金。まさにハイリスクハイリターン。戦に出向くことは農民たちにとって非常に重要な経済活動だったのです。そんな死と隣り合わせの時代だったからこそ、今よりも盛んだったことがあります。それは子作りです。戦国時代の平均寿命は飢餓や戦死の影響などもあり、40歳前後だったと言われています。そのため、子孫を残そうとする本能は現代よりも格段に強く、また大した娯楽もなかった当時においては、性欲を満たすことが最大の娯楽でもあったと言われています。理由はどうあれ、そのようなご先祖様たちの行動があったからこそ、今の私たちの命があるわけです。激動の時代を懸命に生き抜き、我々へと命をつないでくれた戦国のご先祖様たちの存在を、ぜひ頭の片隅に置いておいてください。今回の動画では戦国時代の農民の生活について解説させていただきました。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。ご意見、ご感想などがありましたら、ぜひコメント欄にお書きください。スーパーサンクスでの活動のご支援もお待ちしております。そしてチャンネル登録、高評価ボタンの方もぜひともよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。